皆様、こんばんは。今日は2020年4月8日水曜日です。まず、今日のニュースについてお話をします。中国の韓粛銀行が倒産する可能性が出ています。中国の銀行が不良債権について初め,初めての放送になります。 中国には銀行に2種類があります。一つ、国営銀行。一つ、地方政府が経営する銀行ですね。まあ、国営銀行というのは国が経営する銀行と言います。まだあるのは公開されていない国の中央銀行ですけれども、スタイルが違いますので、やめときます。公職銀行は4月7日、昨日ですね。連続2日間、たくさんの市民が 窓口まで行ってお金を取り出そうとしています。ATM ではお金がなくなっていましたので、あの、どうしてもですね、あの、窓口の方に行ってしまいます。あの、そしてですね、あの、官縮銀行はですね、あの、香港に上場しています。昨日と同じですが、経営者の数人が株を担保にしています。 株価が下落して、お金を返せませんので、株を売られてしまい、悪循環となっていました。えー、最後のですね、株価ですね、今のところですね、11円でした。ちなみに中国銀行は50円です。ので、噂が流れて、過去さんの市民が銀行に行って、自分の貯金を取り出そうとしていました。いろんな場所に支店がありますので、 あの、緊急閉店となりました。理由はですね、たくさんの人が来られると病気の蔓延につながりますので、計画的に順番予約制でお願いしますと、その後ですね、政府が出てきて、この銀行は正式な銀行ですよと、安心してと、貯金は国に守られていますよと、50万件、約800万円ですが、 以下の貯金なら保険会社が保険に適用するので保険がおりますよとご心配しないでくださいねと言われています。それからですね、あの噂を流したを流した人ですね、探し出して逮捕すると。中国の銀行の不良財源は謎ですけれども、この監粛銀行は2.4が不良財源です。 貯金されたお金はですね、投資、お金を適当に、えー、貸しています。中国、地、え、方、ー、政府の銀行ですね、えー、国営銀行に、えー、国営企業に貸しますので、まだ大丈夫です。地方政府が運営する銀行はですね、危ないです。信用性のない企業、賄賂してくれる企業、自分の親戚が経営している企業にお金を貸します。 そして、不良債権になってもですね、国が保障してくれますと。しかしですね、去年、中国はですね、銀行破綻法を作りました。要するにですね、今まで銀行の破綻はあり得ませんでしたが、そこからですね、銀行の破綻はあり得ることになりました。不良債権は、他の銀行は、 1.8%ぐらいですが、この銀行だけは2.4%高いですが、しかしですね、これが修正した数字のはずです。海外の機構での分析では、中国の銀行の不良債権率、平均が34%と言われています。ので、えー、たくさんの銀行ですね、いつ倒れてもおかしくないはずです。 新しいお金を入れます。大丈夫ですが、今回の景気ではやはり厳しいですね。2ヶ月間、経済活動が動かないですね。3ヶ月、3月の下旬になって、生産再開、営業再開になってですね、またですね、 アメリカやヨーロッパの関係で、まだ生産停止になりました。中小企業が厳しくてお金がもらなくなってしまいます。以前ですね、言いましたけれども、2月から70%の中小企業の資金が3ヶ月も持たないよと言いましたけれども、今4月になりましたね。もうそろそろかなと思います。 今ですね、全国的に銀行のリストラが、えー、スタートしました、えー。自分のコストを下げるためです。香港上海バンキングが、えー、3万5千人の従業員ですね、リストラされていますね。大手銀行もリストラしていますけれども、静かです。公開されません。 今、みんな収入が、えー、減りますので、銀行にお金を入れる余裕がないんですね。まだ、返済しないといけないことになりますが、あの、とても厳しいですね。ローンとか抱えてますので、新しいお金を、えー、入いてこないと、銀行には、企業に貸すお金がないんですね。えー、中央銀行はいろいろやっていますけれども、えー、でも無理ですね。たくさんのお金を 一気に発行しますと物価の上昇になりますのでダメです、えー、このような状況では全世界の銀行は楽ではないはずなんですねでもですね30%以上の不良債権を 抱えた中国の銀行にとっては、えー、最も大変だと思います。あの、保険あると言いますけれども、えー、信用はできません。その保険会社自体、えー、倒産になりそうですね。地方銀行自体は先、えー、だと言えますあ。またありますが、今日ですね。 トランプ大統領が記者会見では、えー、WHO に対して中国寄りだと言っていましたね、えー。日本でも報道されていますが、しかしですね、少し内容が薄いので、えー、詳しく言います、えー。WHO だと言いながら、実はですね、対象者は皆様ご存知のように我々の肉まマの兄弟、えー、デトロス兄弟ですね。 以前言いましたが、あの、デトロス兄弟は中国では自分の名前がありますので、えびっくりしました。肉んと相当親しい関係だと思います。この兄弟に対して、一つ、真実ではない情報を世界に報道していると。一つ、アメリカは w h o にたくさんのお金を援助しているのに、でも彼はずっと えーまあ、この彼っていうのはニコマの兄弟の話ですけれども彼はずっと中国よりそして、えー、中国の言いなりになっていると WHO は、えー、やはり政権ではなく世界の各国から会費、募金などで運営していますのでアメリカは毎年1.6億ドルの会費を払っています、えー、その後ですね1億から 4億ドルのお金をですね、募金して援助してきました。ちなみに日本はですね、約9000億円、えー、具体的に8.8億円ぐらいですね、え、以前の言葉でも言いましたけれども、アメリカ参議院の一人が発言しました。中共は、中共というのは中国の共産ですね。中共は、え、今回の状況では嘘をつく。WHO はそれを お手,伝いお手伝いをしてきたので、納税者のお金をこのような組織に渡してはいけないと。中共の失敗をかばう。この組織の責任を追求すると。アメリカ貿易顧問、ナポロさんですね。以下の3つのことを発言されました。1つ、中共は去年12月中旬に このような病気が発生していると気づいたはず。一つ、アメリカはその後、5、6週間後に知らされた。けど、他の国に隠蔽をし続けていた。そして、自分の国民を病気に感染されたにもかかわらず、出国、世界中に回っていた。蔓延をさせたと。一つ、今まで中国は内省で、 医療用品を海外から買っていた。マスク、手袋、保護服、保護メガネ、人工呼吸器などですね。この世界から買い占めたいる間に、全世界の皆様は何も知らなかった。1月24日から12月末ですね、末、ま、ですね、中国の関税のデータでは、 22億枚のマスクを海外から輸入していたと、えー。衝撃的な数字でした。あの、私の解釈では、これからですね。まず、ニクマの兄弟に対して、えー、圧力をかけると。最後に、ペタンコに潰しますと。えー、もちろん WHO ではないですね。 デトロス兄弟のことです。まあ、それが終わって、責任の追求になります。誰に責任を追求するのと、中国の責任を追求することですね。病気のことでの追求ではないですね。病気を拡散、蔓延したことの責任ですね。実はですね、デトロス兄弟の前の自分局長ですね、を買収していたんですね。 前の事務局長はチャンさんでした。えー、のの人でしたね。今の中国の国内の官僚です。かなり上の官僚ですね。彼女は香港の出身ですね。もともと香港の衛生省の所長でした。1994年でしたけれども、香港では初めての女性の衛生省の所長でした。えー、1994年とは、 サーズを経験しましたので、あまり評判は良くなかったんですね。2003年の8月に WHO の事務局長に就任しました。当時の事務局長はリーさんでしたね。韓国人でしたけれども、当時はこの韓国人の事務局長はこの女性を誘いました。自分の助手として、事務局、 助手幹事長として勤めてしててめほいと2006年7月24 25日ですね、中国政府はこの調整を推奨し、リーさんを引き続きで、リーさんの引き続きで事務局長になるようになりました。なぜならですね、韓国人のリーさんは急にですね、病気になって亡くなりました。 え、急なことでしたので、選挙を行いました。当時は5名の立候補がいましたけれども、彼女の投票がやはり多かったですね。リーさんは5月に亡くなられて、彼女は7月25日に事務局長に当選しました。そしてですね、事務局長としては2回やりました。普通ならですね、1回だけ 5年間だけですけれども、彼女はですね、10年間をやっていました。彼女は悪くなかったんですね。力もありましたし、やはりイギリスの雰囲気で育てられてたので、育てられてましたので、でもですね、経費で豪華な旅行などをしましたけれども、 え、でも、まあ、そうですね。で、あの、チャンさんはですね、彼女は今、えーの、デトロス兄弟を育てて、自分の後に就任と、えー、なりました。えー、2016年ですね、デトロス兄弟はアフリカ連盟大会に、えー、推薦されましたね。以前ですね、 エチオピアの外務省の大臣でしたね。でも皆様のご存知でしょうか中国はアフリカへ投資、移民、管理、建設、あの、もう第二の中国と言ってもいいかなと思います。そして、チャンさんの力もありますし、どう考えてもデトロスは我々の兄弟に なってもおかしくないはずですね。中国の腕になります。腕ですね。チャンさんは10年間を勤めて、自分の人脈、自分の弟子、自分の部下をいっぱい入れるのは普通です。そして監視されるところもないんですね。もう基礎からできています。彼女は引退して、 今、中国国内で政治常務委員となりました。この地位は普通に、えー、偉いではないんですけれども、とっても偉いです。例えば、香港では一番偉いのは、えー、この政治常務委員ですね。ので、デトロス兄弟の話はお分かりかと思います。香港のチャンさんが作った基礎に プラス、第二の中国のアフ,アフリカの関係で自民国長になりました。えー、またあります。アメリカはこれからですね、2週間、うん、あるいは3週間ですね、が、えー、山場と言われています。日本は、わ、えー、かりません。えー、また続くでしょうと思います。で、あの、何と言ってもですね、きっと終わります。 終わる時が来ますので、そして経済の復興の勝負になるかと思います。多分日本がこれに強そうですね。日本の企業は強いです。ここから言いますが、日本の方にもぜひですね、落ち着いて聞いていただきたいんですが、参考になると思います。あの、FM グローバルっという世界最大の商工業、財産、保険会社が え、あります。FM グローバル社ですね。今回の病気が終わりましたら、えー、どの国が、えー、一番、いち早くですね、復興が早いのか、えっ、ー、と、えー、この会社は実はですね、毎年調査、 研究を行っています。世界の国がですね、復興に早いなどの研究にしています。130カ国を分析の対象にしています。主に政治の安定さ、企業の管理ですね、あとは 危機管理ですね。サプライチェーンですね。透明度。この5点に基づいて分析しています。もし危険な状態に落ちたら、早く回復できるのを、回復するのを分析しています。前から順位、順位ですね。順位ですね。これからの国ですね。経済体制が早く 回復する順位ですね。えー、今の病気と、えー、関係はないです、えー。この後はまたありますので、えー、第1ですね。ノルウェー2、デンマーク。3、スイス。4、ドイツ。5、フィンランド。6、スウィーデン。7、ルクセンボルク。8、 オーストラリア。以上の8カ国はですね、すべて北ヨーロッパ、中ヨーロッパですね、9アメリカ、10イギリス。以上は2019年でしたけれども、興味のある方は調べていただけたらと思います。もし危機にあってですね、一番回復力が強いと、そして今回、 えー、この病気に対する対応法についてですね、えー、この2点を合計して分析する、えー、5カ国は、えー、この病気から抜き出すのが早いと、えー、言われて、えー、ありました、えー。言いますね。一つ。 デンマーク。理由はですね、えー、政府の腐敗、えー、汚職などがほぼないんですね、えー。工業生産も安定していると。今回の病気に対してもスピードが速いと。えー、数人の感染者だけでしたが、学校を閉鎖だと。 3月14日に国境を閉鎖しました。最初はみんな不思議でしたが、やりすぎのではないかなと。でもですね、結果が良かったですね。他の国もこのような対策になったので、そして国民は自分の政府を信じています。国民がみんな団結的で、このような民族文化では政府の政策に効果的だと、 言われています。旅行会社がお休みで、従業員の95% 90の給料がですね、国が負担すると、デンマークの政府の対応は世界に見られてほしいと言われています。第2位ですね。シンガポールですね。回復力の手の順位は21位でした。基礎がしっかりしていて、あの、 政府の腐敗、汚職が少ないと。政治的な危険性は低いと。この病気に対して対応するスピードが速いですね。シンガンポールの国民が政府を信じています。政府が決めた政策に実行すると。小さい国ですし、対策も簡単でしたと。日本は総合的に33位でした。金魚の順位でしたら、 5位にあるのはトヨタですね。また、ウカンダは4位となっています。えー、びっくりしましたが、えー、この2年間はですね、性格環境が改善されてきました。大事なのは経験したんですね。えー、隣の国のコンゴからエ,バエボラでしたけれども、去年のことでしたね。国境線をシャットダウンし、えー、病気が入ってこれなかったんですね。 ここまで見るとですね、一言言えば、スピードですね、えー。これからですね、ずるずるの状態で続くのか、それとも最初から、えー、思い切ってですね、シャットダウンして、1ヶ月あるいは2ヶ月だけシャットダウンしてですね、それから回復になります。それとも今の状態のように山場は来ないですが、でも、 続きます。しばらくは。で、そこからですね、お店の、お店の経営者からですね、すれば、多分、思いっきりシャットダウンした方がいいかな、と思います。それは何、どうしてかと言いますと、目処が立ちますよね。あの、経営し続くか、1ヶ月休んで、もしくは、1ヶ月も休むなら、補助金、いくらもらえるか、無理なら、 えー、そこで判断して経営をやめるかですね。今のニュース、えー、の状態ですね。ニュースで見ましたが、えー、とても判断しにくいですね。えー、いつまで続くかわかりません。えー、3ヶ月、えー、半年、あるいは来月で収まる可能性はもうありますし、あの、今のところはわかりません。えー も,しもちろんですね、5月で良くなるのを期待します。もし、かすると、さらに1ヶ月延長するかもしれないですね。えー、少しずつ、その時の状況に応じて対応するのはいいんですが、でも、お店の経営者にとっては判断しにくいですね。皆様も、えー、考えていただきたいんですが、思いっきり最終手段を使って、すべて 交通機関ですね。シャットダウンをしてですね。そして1ヶ月どうか、えーそ。それかですね。今のままで少しずつ良くなればいいんですが、ダメなら少しずつ規制を強くしていく方がいいんですかね。あとはですね。政府への信頼感。政府を信じて、政府の言うことを聞いてですね。それに基づいて行動してほしいです。 ぜひよろしくお願いします。皆様も、えー、ぜひ体を大事にしていただきたいと思います。十分な水分の補給をよろしくお願いします。ありがとうございました。